元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は相手の呼吸を読む、事の起こり、こういったテーマで話を進めたいと思います。さあ、それでは早速お届けいたしましょう。今回のテーマはですね、相手の呼吸を読む、事の起こりでございます。これが難しいんだよ。特に対打撃に対しましてのアプローチです。やはり合気道をやってる方はですね、打撃に対して、まあ、一抹の不安があったりね、苦手意識がある、まあ、そういった方がね多いと思うんですよ。ほとんどかもしれませんね。どういうふうにして克服したらいいのかと、これ私ずっとテーマだったんですよ。ですから自分でボクシングジムに行ったりしたんですよね。でも未だにわからないというところだったんですよ。ずっと悶々としてました。ただしですよ、分かったことは実体験からも、受けちゃダメなんです。受けたらサンドバッグになります。私もそうだった。かつて若い頃に少林寺のやつとよくスパーリングをした、ね、取りに行こうとした、後手に回るともうサンドバッグ状態、突き蹴り浴び放題です。ダメだと。で2本目、自ら入っていった、抑えることができた。でもそのタイミングというのは分からなかった。たまたまその時うまくいっただけかもしれない。どうやったらいいんだろうというのはテーマだった。そして20年のブランクがあって、また YouTube が始まって、合気道と向き合うようになって、いろいろ考察をしてまいりました。でもわからない。大体、まあ文献によりますとね、相手の気を読むとか呼吸を読めって言うんですよ。呼吸ですよ、呼吸。スーハー、スーハーです。わかんないですよ、はっきり言って。わかります？あのね、こう言うとね、面白いもんで、天下を取ったように言う方が結構いらっしゃるんですよ、ね、いや言うのはいいんだけど、お前本当分かってんのかって思うこともあるんですよ。あるんですよ。私は一応伝える立場の商売してますから、大体文面を読めば、この人本当に分かってる、この人本当に使いこなせる人なのか、もしくはね、口だけなのか受け売りなのか、判断つきますよ、文章でも。だからあまり偉そうなことは言わない方がいいと思います。言ってもいいけどね、天下を取ったように言ってくる人もいるの。悪いとは言わないけど、できないことは言わない方がいいと思いますよ。私できないことは言わないんですよ。できないことは言わない。今回のこのテーマにおきましても、私がまだ体感はしてないの。ただあ、これはいいなという情報だからプレゼンするんです。いいから使ってみてくださいと。私もそれは腑に落ちましたってことなんですね。今回そういう体でご案内申し上げます。いいですか？で、私はずっとですね、そのどのタイミングで入っていったらいいんだろうと分かんなかったんですよ。で、井上尚弥選手もよく言ってるの。1ラウンド目は相手の出方を見るんです。相手の呼吸をチェックするんですって言うんですよ。どうやってチェックするのと。スーハー分からんじゃないかと。で、思ってたの。で、分かんなかった。で、いろいろね、文献読んだりすると、ある文献によりましては、例えば首筋あたりを見るとピクピクするって言うんですね、事の起こりで。それ読んだけど、わかんねえだろうなと思ったんですよ。試してみたんですね、家の近所の力自慢に。ちょっと見てきてくれって言ったんですよ。読めない、ピクピク見えないもん、離れると。で、これダメだと、これ使えないと思ったんですね。で、またいろいろ調べてたんですよ。文献を漁ったりとか、ネット見てたりとかしましたら、いいのがあったのよ。これはね、ライズの、ライズって言ったらキックボクシングですよ。キックボクサー、フェザー級のチャンピオンでございます。カズマ選手っていう選手がいらっしゃるんですよ。その選手がね、いい部位を上げてました。YouTube もやってるんですがね、いい部位を結構撮ってますよ。その彼が、呼吸を読む、事の起こりというテーマで動画を出してたんですよ。それがスーッとね、腑に落ちたの。ああ、これだと思いました。これ使えると思ったんです。だから今回はそれをご紹介します。私が自信を持って言える立場じゃない、あくまでもカズマ選手が言ってます。ですからこの後にカズマ選手のその V 見てください。もっと説得力がありますよ。私はそれが腑に落ちたんだ。だから紹介します。どういうことか。カズマ選手も言ってます。呼吸なんて見えませんと、分かりませんって言うんですよ。でも事の起こりは分かるって言うんですよ。それが呼吸ですね、事の起こり。どういうことかっていうと、まあボクシング、キック、打撃、まあ打ち合いですよね。自分は相手よりも先にパンチを届かせたいわけですよ、相手に。できればもらいたくないんですよ。ですからそのタイミング、我々は打撃に対して
一歩でも早く中に入りたい、そこから投げを打ちたいわけなんですよ。タイミングはほとんど同じですよ。どうやってそれを見極めるかってことなんですよ。で、カズマ選手も言ってます。パンチが当たる位置までは接近してください。ここからです。ここからどうするか、事の起こりをどうチェックするかなんです。パンチを打つ人間というのは動きます。頭が動く。だからこの辺りをぼやっと見てください。これは我々もそうですよ ね。剣を見てはいけない、パンチを見てはいけない。ですから相手をぼやっと見るわけですよ。ここは同じ。そうするとね、打つぞと思った瞬間に動くんです、頭が。これでチェックするってことを実際にやってくれてます。ちょっと脇に入れば相手のパンチは当たらないし、一歩早く相手にパンチを届かすことができる。これが事の起こりなんですよって言ったんですよ。あっと思った、これだと思ったんです私も。そっか、相手の頭か、一瞬動いた瞬間に入ればいいんだね、そのタイミングか。で、カズマ選手もこう言ってます。簡単にはできませんよ、練習が必要ですよと言ってます。当然です、一朝一夕にはできないんです。だからこれを訓練するんです。私もやろうと思ってます。で、家の近所のその力自慢とやろうと思ってます。このタイミングで入っていけばいいんだなということがわかるかなというふうに思ってます。達人、例えば上芝森平王、そして塩田剛三先生、斉藤森弘先生等々はこういったものができたんだと思うんですよ。質問をするなと言われたんでね、自分で探し出すしかなかったんですが、ようやく一筋の光明を見出したかなと思ったんですね。相手のことの起こりに対して動く、こちらから一瞬早く入っていく、そのタイミング、これをね勉強すべきだと思いますよ。ですから私のこの V を見た後にリンク貼っときますので、ぜひそのカズマ選手のその V 見てください。より説得力があると思います。ただしさらに上にいる選手となると頭を動かさずに出てくるんですって。どういうことか、丹田で動くんですって、超一流は。だから頭が動いていると分からずに間を詰めてくるって言うんですよ。これはもう次のステップですよね、次のステージですよね。だからね、本当にそれぞれの分野におきましての達人たちはいろいろ研究してるんだなというふうに思いました。これね、参考になりますから、ぜひご覧になってくださいね。今回はそういう意味でね、事の起こり、相手との呼吸、相手の呼吸を読むというテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野隆彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。Ha ha ha.